そんなにジロジロ見られたら照れくさいでしょ。それにこっちでは必要ない気がする。こっちでは視力の矯正とか必要ないでしょ。だからこれはお守りとして持っておくわ。嘘よ。だって顔がだらしなかったもの。してたわよ。これくらいで倒れたりしないでしょ。ねえねえ、私ねこれ食べに行きたいんだ。って聞いてる？キリト、最近になってできた新しい屋台だな。話題の店だぜ。すっごい辛いんだって。私辛いの大好きでさ。キリトも大好きでしょ。もう行くっきゃないよね。実際俺が食べたわけじゃないが、客の話ではとにかくすごいらしいぞ。
ば。ほらほら早く。到着。ラッキーだね。今日はお客さん少ないみたいだね。辛いのが好きなんでしょ？だったらなんで自分で食べてみようとしないの？わかったわかった。そういうことは後で聞くから、まずは食べてみよう。今から作るからちょっと待っててね。本当にすごいよね。色もすっごく辛そう。どんな調味料使ってるんだろう。ありがとう。うわ、真っ赤だね。それじゃ、いただきまーす。バフがついてないのは何かの間違いなのかな。今ならすっごいスピードで動けそうだよ。キリトはどう？
か暑くなってきたね、キリト。ほんとだね、汗だらだらで服がびしょびしょ。なんでって、そりゃ暑いからだよ。キリトは脱がないの？私の魅力的なボディを独り占めしたいんでしょう。キリトがそう言うなら私はいつでも脱いであげるのに。どの店がいいかな。ふーん、辛いやつの後に食べるアイスってなんでこんなに美味しいんだろ
何？分かったわ。よろしく。